また敵を殲滅する任務か。遠いな。ここを南に行けば。ちょ、邪魔せんでくれ。よっと。援護射撃はやめてくれ。激しい激しい。ここやな、人造人間でもおるんか。おるな、何しとるんや。遠くから狙いところやが。うお、見つかった。こなくそ。殺さなくてはならないやと調子乗りおって。いた、痛い。あれ、どこや。横かい。しまった、囲まれた。リロードさせろや。リロードしたいんやって。グッフ、落としてもうた。一旦退避や退避。なんやこのドア、浮いとる。そろそろ諦めたか。見つけた。戦闘あ、また銃が。敵を全員排除する。2対1は卑怯やぞ。ヌーン。さっきから痛いねん。よし、これで近接対決やな。接近戦に戻る。拾うなや。グッフ。ふ、これで壊せたか。インスティチュートの命令によって殺さなければなりません。もう一丁も拾っとかんと。動かないでください。邪魔すんなや。統計的に言うとあなたが生き残ることはありえません。計算ミスやったみたいやな。
なんとかなったか。というか、殲滅は中か、まだおるみたいや。よし、外はこれで全部やろ。ここは別の居住区か。関係ないとこみたいや。クソ、チョコマかと。サービスライフルの弾切れしてもうた。なんやここ、水浸しやん。うーわ、出たわ。グッフ。全身ずぶ濡れやば。グッフ。なんやマイアラーク、こら、調子乗りおって。ショットガンを食らえ。というか人造人間はどこや。おるやん。ああもう落とされてもうた。意識が。敵のセンサー読み取りを検知。なんやあいつ動いてないな。分かっとるけど動いてはいないようや。見つけました。敵の生命体は皆殺しにします。逃げましたか。ショットガンに突っ込むもんやないな。死が怖いから逃げました。誰か、あるいは何かはわからないですが、そこにちょっかたないかこいつ。敵を見つけました。ダメや、聞いてない。悲しい出来事です。敵はステルスを使用しているかもしれません。逃げろ逃げろ。興味深いです。めっちゃバレとる。死が怖いから隠れているのですか。人間を攻撃中。誰かいますか。睡眠なんて人造人間にも効くんか。と格闘勝負や。接近戦に切り替えます。おい、どこ行くんや。残念ながら、苦痛を味わってもらいます。
多い卑怯やぞ。これ以上の攻撃は許可できません。よし、落としたな。インスティチュートの高価な所有物に損害を与えています。接近戦に戻ります。ステルスボーイ言われるやん。これでいいのですか。接近戦プロトコルを実行。残念ながら苦痛を味わってもらいます。なんとか倒せたな。狙いが定まっとらんな。人のこと言えんが。うわ、首なくても動くやん。歩いたの？一人で？計算中。インスティチュートの存在により北側の全ルートで発見される確率が、なんか大変そうか。 50% 増加しました。 52%？ それはかなり危険だ。シャーマン、再び炎の中に放り込まれる気分は？厄介なことが起きたみたいやな。大惨事になる可能性が。ドクターアマリが困難に直面している。あなたは会ったことがないけど、彼女はグッドネイバーで働いていて、組織の重要な役割を担っているの。人造人間たちはメモリー電へ行き、そこでドクターから新しい記憶をもらい出ていくことになっている。でも新しい患者がそこを動けずにいる。脱出ルートが危険にさらされているため他の方法を探しているわ。他のルートあるんか。正しい目的地に通じる別のルートを見つけようとしているわ。それが見つかれば、パム、レキシントンを通るルートはどう？スイッチボードはインスティチュートの活動の中心です。発見される可能性は中心地に近づくと飛躍的に上昇します。わかるように話して、パム。スイッチボードの近くでは作戦行動はできないと言っているんだ。第一世代が守っている元のルートを通らなければならない。問題は何や？いい質問だ。インスティチュートの陣地に対する攻撃は常に危険が伴う。必要な場合を除き、優秀なエージェントを危険な目には合わせたくない。ドクターアマリに別ルートを見つけるのは不可能だと伝えてちょうだい。あなたは最後の脱出のためにルートを確保して。責任は重大よ。やり遂げて。どうも、絶賛行方不明の葵です。早速コメント返信していきましょう。レールロードの居住地、もっとイベントあったり選べたりしたらよかったんですが、繰り返しクエストくらいしかないんですよね。小ささ早いやつはほんと面倒ですよね。虫とかも面倒です。ステータス上は高いはずなんですけどね。 HUD がないとほんと気づけないです。悪は敵になすりつける。無視されても殺されてしまうフィンさんに資格はなかった。入れてみました。とてもいいです。ありがとうございました。
はりカスタムアニメーションはいいですね。というわけで、次回はグローリーとの共闘のあれですね。